いいのか？逃がしちまった。そいつはお前に懐いちまったみてえだな。使ってやれよ。デジモンも持たずにあんなところで何をしていた？なるほどな。それでお前はてめえのアカウントを買ったハッカー志賀陽次を追ってあんなところに来ていたわけか。大層ご立派だと言いたいところだが無謀だな。エデンは世界でも最先端の技術力で作られた仮想空間なんだぞ。つまり志賀陽次は凄腕のハッカーってことだ。お前が追っている相手はトップクラスの技術者すら欺く国際レベルのサイバーテロの犯罪。片木のガキが一人でどうこうできる相手じゃねえよ。諦めるんだな。普通の生活に戻れ。
面倒なガキだな。だが悪くない。実はな、死骸王子は俺の獲物でもあるんだ。俺は便利屋だ。ある筋から奴の調査を依頼されている。エデンのハッカーは死骸のようなクズばかりじゃねえってことさ。俺たちも。お前、俺と一緒に来るか。うちに入れてやってもいい。もちろん実力は見せてもらうが、だがよく考えろ。俺と組むということは、お前自身もハッカーになるということだ。てめえの面に唾を吐いた奴らと同じものに、てめえ偉そうに言っちゃいるが、ハッカーってのは詰まるところ同じ穴のムジナだからな。もしそこまでの覚悟があるなら、てめえのメンツを潰された借りをてめえで返したいと思うなら、俺たちがハッカーチームフーディエが力を貸してやる。どうする？よっ。情報収集はまずまずだな。だが肝心なのはここからだ。行くぞ。志賀はこの奥だ。油断するなよ。僕たちかなわない。開始だ。悪くなかった。逃がすな。よし、いい子だ。俺がちゃんと可愛がってやるからね。
あいつだ。あれが死骸王子だ。おい、そこのあんたら、ちょうどいいぜ。こいつらをキャッチャーするの協力してくれ。見ろよ、この辺じゃ見かけないプログラムだ。きっとレアなやつだぜ。うまくいったら一匹やるからさ。だとよ。好きにしろ。これはお前の試験だ。ありがとう。だ、おい、何逃がしてんだよ。ようやく追い詰めたのに。待ってくれ。おい、邪魔すんなよ。忙しいところ悪いな。だが俺たちはお前に用が。なんだお前ら。フーディー、便利屋か。まさかザクソンが俺を。察しがいいな。ユーゴからのことってな。ザクソンの犬は引っ込んでな。悪くなかった。頼む、アカウント破壊だけは勘弁してくれ。安心しな。うちの新人がお前に用があるんだとよ。アカウントをお釈迦にするのはその後だ。な、何のことだよ。お前なんか知らねえよ。とぼけるとアカウント破壊だけじゃ済まさないぞ。本当に知らねえんだよ。自分が買ったアカウントぐらい覚えたら。なんならほらデジバイス見てみりゃいいだろ。確かにここにはお前のアカウントはなさそうだな。な、俺嘘は言ってないだろ。だからさ、見逃してくれよ。頼むから。さあ待て。残念だった。いや、違う。助けてくれ。
いつはヤバそうだ。逃げるぞ。放っておけ。どうせエラーするか、アカウントが破壊されるだけだ。ここまで来れば安全だな。エリカ、千歳、聞こえるか？くっそ、さっきよりデジタルウェーブが乱れている。さあな、あんなのは俺も初めて見た。デジモンとも何かのマルウェアとも違うようだったが、どうも最近のクーロンは、いや、エデン全体が騒がしい。面倒なことが起きてなきゃいいがな。たかだか最初の手がかりが外れたくらいでしょげてんじゃねえよ。やつが外れならまた次の手がかりを探すまでだ。それとももう諦めるか？それもいい。これからはさっきみたいな危険が毎日のようにつきまとう。続けるもやめるもお前次第だ。ならいつまでもしけた面をするのはやめるんだな。少なくともこれからお前は一人じゃねえ。試験は合格だ。ギリギリ9大点ってところだがな。お前はこれから俺たちフーディエのメンバーだ。店に戻るぞ。あいつらが待ってる。